スーベーカーズベーキング三角ブレッドイン、A トラディショナルオーブンナーネ三逆三逆は、イランやアゼルバイジャンの伝統的なパンである。ナーネ三逆とも言う。小麦を練った生地にパン酒を入れを発酵させて作る。形状は平たく、三角形か四角形に作る。三角区11世紀の文献における言及が、三角に関する最も古い言及である。 昔のペルシア兵はおのの小石を詰めた袋を持っており、パンを焼く時にパン焼き用にその石を並べたのが、ナーネ三脚の始まりとされる。このようにかつては、軍病の食料であったとされるが、現代では、毎日の食卓に昇る非常に身近な食べ物である。焼く前に、小麦粉に水を加えて練って作った生地に、パン酒を入れ、を2時間寝かせて発酵させる。その後、 石の上に置いて焼く。焼き終わったら、生地にくっついた小石を取り除くため、生地を強く揺する。パン焼き用の熱した岩礁の上に生地を置いて、焼成するのが三脚の伝統的な作り方である。21世紀現代では、三脚作りはすでに近代化しており、生地に凹凸をつけて、焼くための小石は、そのような凹凸が設けられた鉄板に置き換えられている。三脚は、 フレームのものと、消しや、ごまの実などをまぶして、風味を加えたものとの2種類に対別できる。三脚は婚約の儀式の際に供される食べ物でもある。この場合の三脚は、蜂蜜とごまが振りかけられた大きなものが作られる。三脚は、よく、小葉肉の串焼きと共に食べられる。現代では、三脚は、砂糖を入れた紅茶、羊の乳から作ったチーズである。 カニール・リーグ・バーンと共に朝食としてもよく食べられている。現代のアゼルバイジャン共和国の県内では常に食べられ続けていたが、ソビエト連邦の支配を受けるようになった1920年代以後、消費量が減った。ソ連の体制はパンの大量生産に最適化されたため、手作りの産薬は大量生産されたパンに代替された。隣国イランでは、 このようなことは起こらなかった。ありがとうございます。